はい、どうもです。いつもご視聴ありがとうございます。ドラクシェいいじゃないです。今日の話題なんですけど、今日はこいつ、前回の動画、この間のブレブポイント上福岡店に行った時に使った新インドアスペシャル、とりあえず今回はこいつの解説編ということで、こいつのまあ中身とかどうなったのっていうのを解説していこうと思います。まあもともとセミオート専用銃って言われてたんですけど、この銃、セミオート専用銃というコンセプトはまあ変わらないんですけど、よいしょ、先日軽量化した関係で、この辺がなくなっちゃったんで、これをこのまま屋外で使うとホコリが入っちゃったりするんで、あんまりよろしくないなってことで、もうこれは完全にインドアの銃にしましょうという方針に切り替えて設定し直しました。そんなわけで、もう今回は 0.2 を打てなくなりました。打てなかないけど、ちょっと相性は悪くなったかなと。よいしょっと。中身なんですけど、よし。前回の動画でもちょろちょろっとお話にあげてたんですけど、メガボックスごとごっそり入れ替えました。今までライラックスのメガボックス使ってたんですけど、重量をなるべく軽くするという観点でレトロアームズのメカボに乗り換えて、もともとこれ持ってたやつ再利用してるだけなんで、別にお金はこれに関してはお金かかってないんで。で、アスターだけは別に新しく買い直して、ドライラックスのメカボックスはまた別にちょっと別のことで使おうかなっていうことで、とりあえず打ってみましょう。バッテリーはいつものこの高出力の 11V の、できればね、バッテリーもね、もうちょっとサイズ感のおとなしいやつにしたいんですけど、なかなかね、この高負荷の引き切れるバッテリーっていうのが存在しないんで。はい、とりあえず打ってみます。トリガーストロークだいぶ詰めました。で、奥までいかないようにしたんで、ここまでしかいかない。で、今回、今までは青いトリガー、マックストリガーだったんですけど、今回、クアンタムに乗り換えました。メカボックス移植してないんで、アスターそのまま新しく入れ直したんで、前のマックスはそのまま前のメカボで使おうってこと で、プリコックもちゃんと今回は制御できてるんで、で、今回の肝はエア容量です。もうこれ見てわかる通り、かなり前方の方に行ってる、加速シリンダーなんですけど、これ今回の肝で、このセッティング
東京マルイさん の, あの次世代 MB5 がこのセッティングなんですよ。このクルツ系のシリンダーに、まあ、およそ 200mm ぐらいのインナーバレル、インナーバレルもともと使ってたヒエの210だったかな、まあそれくらいのやつなんで、もうほぼほぼセッティングは東京マルイさんの MP5、 次世代 MP5 に合わせてきてる。ただ中身これだけのレスポンスを出すために、あのブラシレス入ってます。まあ、電子処理がアスターです。で DSG 入ってます。 DSG こいつは 26.67、 まあ一旦 40.91:1 の DSG にしてたんですけど、やっぱあれだと打ってからの止まるまでがやっぱ長いんで、まあ、多少の負荷は目をつぶってこちらに乗り換えました。というか元に戻したというべきでしょうか。もともとこの銃は 26.67 だったんで、でこれだけやって、さらに DSG セクターカット2枚入れてます。あのセミオートだからセクターカットいらないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、この撃つ、リリースする、あのこうピストンが前進しきるまでのスピードをもう極力最短に詰めるために、これが8枚だと2枚分、まあ誤差ですけど、それをギリギリまで詰めるにはどうしたらいいかを考えた結果、2枚落としすることにしました。でその2枚落としした分の負荷を補うための 26.67、 18対1だと多分引き切れないんじゃないかなと。でセクターカットの向きも今回は、あのいつもリリース側落とすんですけど、引き始め側2枚落としにして、で引き始め2枚にすると、あのフルオートを打つと、そのリリースしてドンドンっていきます。で弾抜けます。弾が抜ける前にまたタペットブレー引いちゃって初速が落ちちゃうんですけど、フルオート打たないんで、で引き始めを2枚落とすと、あの引き終わり2枚、リリース側2枚を落とすのと違って、まあ球弾に余裕が出てくるんで確実な球弾ができる、まあ、その辺も見越してのこの設定で、今回はまあ引き終わりじゃなくて引き始め落としだと、そのリリース側の余裕もできるんで、よいしょっと、まあ今この引きもう引いてる状態ですけど、あのノズルはもう完全に前進してる、この待機位置もう完全なプリコックが成立してる上に、もう弾はもう完全に保持位置まで来てる。これによって命中率を確保しよう、まあ弾が一連の動きの中で弾の動いて入れ、弾を球弾して戻して発射じゃなくて、弾を発射して球弾して一連の動作が終わる、まあ、そういうことで弾を落ち着いて打たせ、発射させるという方針に、まあ、これがどこまでうまくいってるかはわからないですけど、まあ、一応そんな感じで調整してみました。欠点としてはやっぱ若干うるさいんですよね。そのセクターセクター2枚落としの DSG で初速をまあそこそこ82打まで80ぐらいは確保してるんで、それなりガツンガツンいきます。
まあ後で初速は別に測りますけど、まあもううるさいのはこれはもう目つぶるしかないです。じゃあ実車の方行ってみましょう。はい、では実車行ってみましょう。弾は今回は BLS のチコ弾、まあ、ここにまだ未開封のがあったんで 0.2g、まあ、チコ弾ちょっともったいないんですけど、まあ、この銃はこの弾を使うという前提で考えて、でポップは美掛け、ちょっとね今この銃ポップが浮き気味なんで、これ丸いのパッキン使ってるんですけど、浮き気味なんで、まあ、こんなもんでいいかなって。ほい、じゃあ行ってみましょう。一発目はプリコックしてるから出ません。二発目 84.9。 ちょっとカメラさんもうちょっと近づきましょう。ピン上げしちゃってるな。 84.5、 84、 84.7、 アフン 81.9、 ちょっとおかしいな。 83.9、 83.7、 83.9、83.5、 84.2、 84.2、 83.7、 84.2、 83.6、 まあ、だいぶ落ち着いてる。今一発変なの出ましたけど、まあ、大体83から84ぐらいで落ち着いてる感じ。こんな感じです。まあ、フロートは打てないんで、もうこの銃。ミュートだけ。よいしょ。で、またちょっと戻りましょう。はい、どうだったでしょう。おそらく、今年のインドア、まあ、セミオートで、使う前提の銃としては私の集大成になるのかなと思います。もうそれくらい出来がいい。セミオートもブレないし、まあ、フロート打てませんけど、まあ、初めから打つつもりないんでこんなもんでいいと思います。で今回メイキングの動画なんですけど、この銃急いで仕上げることになったんで今回メイキング撮ってないんで申し訳ありません。今回は紹介のみで、まあ、その代わりパツリストは全部上げるつもりなんで、まあ、それは参考にしてもらえればと思います。よっと、はい、というわけで今回はこの辺で。また見てください。バイバーイ。